レガシーは、アメリカ合衆国のプロレス団体、WWE の RAW に登場した、プロレスラーのユニット、ランディ・オートンを中心として活動していた。メンバー全員が2世位、または3世位レスラーである。コーディ・ローデス、ランディ・オートン、テッド・デビアス2008年6月頃から、コーディ・ローデスとテッド・デビアス・ジュニアは、プライスレスとして活動しており、 その後マヌも加わり行動を共にする。当時ランディオートンとプライスレスは敵対関係にあったが、11月23日のサバイバーシリーズ伝統のエリミネーションマッチで共闘。そのことがきっかけとなり、オートンがローデスとマヌを仲間に引き入れ、レガシーを結成した。12月には、ジミー・スヌーカの息子だとカミングアウトしたシム・スヌーカが、オートンに掛け合い、レガシーへ加入。 しかし、オートンが課したテストにより、スヌーカとマヌが追放となり、レガシーと対立。マヌとスヌーカは、デビアスを味方につけ、レガシーを襲撃しようと試みるがデビアスに裏切られ、失敗に終わる。そして、デビアスが、レガシーに加入した。この三人体制となってからオートンが2009年1月の RAW で、久しぶりに登場した会長のビンスマクマホンに、パントキックを見舞う。 それが、きっかけとなりシェイン・マク・マホンや、トリプル・ H などと構想。そして、デビアスとローデスは、オートンの試合中に乱入し、相手を襲撃するなど主に、オートンをサポートする形で活動していたが、その後オートンは、ジョン・シナと、WWE 王座をめぐり構想し、ローデスとデビアスは、再結成した D ・ジェネレーション X と構想を開始。 この構想終了後あたりからチームに不協和音が生じ始め、やがてデビアスとローデスが反旗を翻し、2010年3月のレッスルマニアイクスビにてトリプルスレッドマッチで対戦した。試合はオートンが勝利したが、これによりチームは完全に解散となり、それぞれシングル戦線で活動することとなった。ありがとうございます。